皆様新年明けましておめでとうございます。一ノ瀬健太です。いやー皆さん2022年明けてしまいましたね。おめでとうございます。本当にね、去年もいろいろありました。2021年オリンピックイヤーでしたけれども、皆さんにとって、どんな1年だったでしょうか。僕にとってはですね、何よりも一番大きなニュースといえば、それはもう何といってもですね、8キロ痩せたことなんですね。すごいですね。皆様の中にはですね、そんなしょうもないことを、またそんなもったいぶって言うもんじゃないよと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、この番組を長らく聞いてくださっている方は知っているでしょう。僕がどれだけこれまで痩せると言って、どれだけ痩せてこなかったかを、なんならちょっと増えてたんですよね。そしてそれをピーチにいじられ続けてたわけですけれども、ついにもう8キロ痩せたんでね、まあ、標準体重まではいかないんですけれども、まだでももう十分でしょう。でやっぱりですね、これは妻の協力もありまして、普通のお弁当からですね、昼ご飯のみ、キャベツと鶏肉にしました。もうそれはひもじいですよ。それにポン酢かけて食うんですから、もう最初はきつかったです。まあ今もやってますけれども、まあ今はだいぶ慣れました。でもね、やっぱり最初はきつかったです。でもね、皆さんの応援してくださる声、直接届かないですけれども、頑張って痩せろよという、そういう思いが届いてね、痩せさせていただきました。ありがとうございます。まあそれ以外にもですね、昨年は、この番組でもお話ししたと思うんですけれども、障害者の方々の就労支援の事務所をですね、事業所をですね、友人と立ち上げました。でなんとか、ほぼ1年乗り切ることができまして、わずかにではありますけれども、拡大路線といいますかね、テナントを借り増ししたりすることができてですね、まあ1年目にしては上々だったんじゃないかなというふうにも思える1年でもありました。まあ、この就労支援の仕事を始めて約1年弱、僕自身も18から21ぐらいまでですね、高齢者の方ですけども介護の仕事をしておりまして、出戻りという形だったんですが、まあ、その前にね、その間勤めてた葬儀屋さんも9年間勤めてたんですけど、まあ、その時もね、葬儀の仕事全然嫌いではなかったですし、むしろいい仕事だな、やりがいがあるなと思いながら、嘘偽りなく思って働いてたんですね。でもやっぱりこの就労支援の仕事をしだした時に、あ、やっぱり僕はこういう福祉が好きなんだな、向いてるんだなと改めて思わされた1年でもありました。というのもですね、葬儀の仕事をしている時も福祉葬という葬儀がありまして、生活保護を受給されている方の葬儀なんですけども、やっぱりその高額な葬儀、偉い人の葬儀とかもやったんですけど、よりもやっぱりそういう生活が困窮している方々、まあはばからずに、言い方をはばからずに言わせていただくなら、社会的弱者の方々になるとは思うんですけれども、まあ、そういう人たちが葬儀をどうしたらいいかわからない、でやっぱりお金もこの生活保護を受けておられるとですね、葬祭費といって国から、葬儀のお金が出るんですけれども、その限られている中でやらないといけないというところもあって、じゃあどうしたらこの人は、悔いのないお見送りをしてもらえるかなとか考えるのが好きだったんですよね。でやっぱり、福祉のお仕事に戻ってきてですね、自分自身も不登校というところで、もう5年間不登校でしたから、まあ、社会的弱者と言ってもいいと思うんですけれども、やっぱりそういう助けを求めたいけれども、どうしたらいいかわからないという気持ちは、まあ、なんとなくですけれども分かっているつもりではありますので、やっぱりその自分が今度は力になりたいなという気持ちもありますし、本当にいい仕事に巡り合えたし、そのお仕事をですね、一緒にやろうと言ってくれた友達にも感謝しないといけないなというふうに思っています。最近遅ればせながら、嫌われる勇気という本を読んでですね、思ったことがありました。アドラー心理学を取り扱った本なんですけれども、やっぱりその人間の認知、一つ起きたことに対する認知がすごく重要だという、まあそういう旨なんですけれども、この仕事も、まあ、家庭も友人関係、全ての人間関係もそうですけれども、やっぱり自分は幸せなんだな、この仕事が向いてるんだな、天職だなと思えるこの心の土壌こそが、
本当に自分にとって、幸せなことなんだなと。でこの土壌を育んだのは自分ではないと思うんですよね。やっぱり、親であったり育ててくれた周りの方々、また友人、そういった人たちのおかげでこういう幸せだと思える心の土壌ができたんじゃないかなというふうに思ってる、そういう次第です。なんかえらい一発目から真面目な話になってしまいましたけれども、やっぱり新しい一年もですね、周りの方々に感謝しながら、楽しみながら、進んでいきたいな、歩んでいきたいなというふうに思っています。またですね、今年の抱負、2022年の抱負も発表しておきたいと思います。2022年の抱負は腹筋を6つに割るです。今年もよろしくお願いします。